どうもどうも、中野実験室です。今日も、渦中の人、中川俊直さんに関して、話してみようかと思います。いきなり噛んでしまいました。ごめんなさい。中川俊直というのは、中川政務官、元政務官が、愛人の人と、ハワイの、なんとかっていう島で、結婚式をあげたときに、その結婚証明書に、書かれていた名前です。重婚ウェディングっていうよくわからない表現が使われていましたが、どうやらテレビの報道を見る限りですが、重婚罪とかそういうのとは違ったようです。ハワイは観光地でして、そういう結婚式ごっこといいますか、正式な結婚式とかじゃなくて、結婚式を挙げれる教会みたいなのも観光名所になってるみたいで、で、その法的な書類とかじゃなくて、結婚証明書みたいなものが、書けるというのがあるみたいです。で、そこで、中川さんは、愛人の人と、結婚式を挙げて、そして結婚証明書に中川俊直とローマ字で書いちゃったみたいです。なので、重婚ウェディングっていうのは全然その法律的な犯罪でも何でもなくて、ただ法律的に結婚している奥さんがいるのに愛人と結婚式挙げちゃったっていうことらしいです。で、あとストーカー疑惑に関しても、今日、テレビでやってましたけど、要は愛人と揉めて、揉めた中で、その愛人のマンションの前で、土下座しながら号泣して、ドアをどんどん叩いたりとかしたら、愛人の人が怖くなって警察を呼んだ。で、警察署で、警察の方から、と相談する中で、ストーカー登録というものをしたらしいです。ストーカー登録っていうのは、何でしょう。被害女性の名前でストーカーされてる相手を警察署に登録しておくと、次から、同じようなことで、電話をしたときに優先的に駆けつけてくれるっていうような登録のようです。だから、やはり僕が想像していた通り、ストーカーとして、何らかの犯罪を起こす前の段階で、この人に関しては注意して、見とかなければいけないっていう登録をされちゃったっていうことですね。で、中川さんの元政務官が Facebook で、今回のことに関して、またまた Facebook で、便利な時代ですね。また Facebook で書かれたんですが、だから刑事事件に関わることはやってないみたいな話です。重婚ウェディングに関しては、重婚罪じゃないですから、もちろんそれは、倫理的な部分は置いて犯罪でも何でもない。ストーカー登録も、これは実際に登録されたかどうかっていうのが何らかのメディアが調べるかどうかわかんないですけど、仮に登録されていたとしても、それはあくまで登録されただけですから、犯罪ではないと。ストーカー登録とは違いますけど、以前私は京都市内を自転車で走っていたときに、自転車のライトを無灯火で走ってたんですね。怖すぎたもんで。で、その時に、警察の人に呼び止められて、住所と名前を書かされたことがありました。で、その時に、これは何らかの、法的な不利というものが発生するのかっていうようなことを聞いてみたら、そういうことはないということで、ただその、注意者リストみたいなものが作られてたんですかね。つまり、同じことで、止められた時にはちょっとやばくなるリストだったのかもしれません。すみません。全然関係ないですが、久しぶりに思い出したので話してしまいました。と、結局、週刊誌の報道前に、辞任しちゃった中川俊直さんなんですけど、どこまでが真相で、で、刑事事件に関わることは、おそらく、本人の Facebook で書かれた通りないと思うんですけど、それ以外の、
まあ、あくまでテレビの報道、週刊誌の内容っていうのを、まあ、見ていた、だけなんですけど、ちょっともう、あんまりにもひどすぎないかと思いましたね。うん。まあ、もうざっくり言ってしまうと、ものすごいスケベ男ですね。もう性欲が強すぎるというか、うん。高校の陸上部時代のマネージャーと結婚されたそうで、それは奥さんなんですけど、まあ、議員との密会疑惑もあって、愛人もいて、うん、まあ、関係ないかもしれないですけど、お父さんも女性問題で、内閣の官房長官かなんかになったのを、まあ、辞任されたみたいですね。まあ、スケベは遺伝するのかって言ったら、まあ、ちょっと親の人も巻き込んでしまいますけど、うん、なんでそんなスケベ男が議員になったのかな、っていうのが。うん、あるいはそれぐらいスケベ野郎じゃないと、議員という仕事は、務まらないのかなと思うんですけど、まあ何もしてない、何もしてないというのは、不祥事を起こしていない議員さんの方が、まあ明らかに多いわけでして、まあそう言ってしまうと、中川俊直さんがスケベ野郎だったっていうことだと思うんですけど、うん。でまあなんでそんな人格の人が、政務官になってんだっていうことですよね。うん。まあ任命責任っていうのは、まあありまくりなんじゃないかなと。うん、まあ、まずその、国の機能として、そんなスケベ男がちゃんと仕事してたのかっていうのは、まあ、まず一つですけど、実際に今回のようなスキャンダルが起きたときに、ちゃんと任命しないと、任命した安倍さんの評判、自民党の評判に当然つながるわけでして、うん、だからもう、何をもってして中川スケベさんを選んだのかわかんないんですけど、ちゃんと選んどかないと、うん、その、まあ余計なダメージが起きてるじゃないかって思います。うん、だから野党は飯馬とかそういう問題じゃないですよね。うん。で、まあさらに言うと、まあ安倍さんの任命責任もありますけど、中川さんは広島から選出みたいですけど、もうそれ支持者の投票責任って言ってしまうとあれかもしれませんが、うん、もう、本人の名前を書いたにしろ、自民党の比例の票にしろ、もう投票した人にも責任あるんじゃないのって思ってしまいますね。うん、で、まあ、そんな、で、選挙なんてもちろん、その人のいい部分しか出さないわけですから、実はスケベ野郎でしたなんていうのは、まあ、議員になってから、スキャンダルが起きてから分かることなので、うん。有権者はまあ判断しようがなかったって言えばそうなのかもしれませんが、うん。ここ最近の、モラルハザード内閣なんて言われてますけど、もう自民党に支持するっていうこと自身が、もう、中川俊直さん、まあスケベの人と、まあ学芸員をガンだって言ったような人もいましたし、復興の自主避難者を自己責任だなんて言った人もいましたし、まあ、今思うと、まあ、長靴の人は、そんなに、そこまでひどくなかったんじゃないかなと思うところもあるんですけど、長靴を忘れた政務官もいますし、教育勅語を部分的に肯定するって言った稲田朋美さんもいますし、なんか金田法務大臣はやばそうですし、うん。もう、それは選んだ安倍さんの任命責任っていう一言に尽きるんですけど、今一つ、こう、自民党を支持する人、今挙げたような人々に票を入れていた人は、任命責任以前の、まあ、投票責任って言ってしまうと、まあ、ちょっとハードルが高いですけど、うん、選挙に行くのはいいことですから、ちょっとこれ考えないと、もう、これ以上スケベな人が出てきたら、もう、国民の税金でスケベを生活させてるみたいなことになってます、なってたわけですから、ここ4年ぐらいは。ちょっと考えてほしいなと思うようになりました。うん。まあ、だからとても、与党を支持してる人が野党に票を入れるなんてことは、まあ、精神的なハードルも、高いかもしれませんけど、もういっそもう選挙に行かないとかですよね。うん、もう最低のネガティブキャンペーンですね、選挙に行くななんていうのは。うん、ただ、果たして、自民党に票を入れた、中川さんが議員になった、スケベが国民の税金でスケベをしていたっていうような事態っていうのはもう、これは、正直野党にはどうにもならんことですよ。うん。
野党が弱いだとか野党が不甲斐ないとかって言いますけど、少なくともあんなにスケベな人は野党にもいないでしょう。うん、まあ野党からも、愛人問題とかでこれが出てくるかもしれませんけど、うん。まあスケベといえばその安倍チルドレンと言われた武藤喜兵衛、武藤貴也さん、宮崎、健介さん、もう名前も忘れてる人は多いでしょうけど、まあどっちもスケベ関係で議員を辞職した人ですね。武藤貴也さんもしかしたら辞職してないかもしれないですけど、なので、中川俊直さんも、今回は、まあ、政務官を辞任ですけど、果たして議員辞職までなるのか。で、そしてまあ、彼が辞職しなかったとしたら、それは野党の弱さじゃなくて、与党の弱さです。自民党の弱さです。うん、責任を持って、議員を辞めさすこともできないっていうのは、それはもう自民党の弱さだと言えるでしょう。まあ、てなわけで、ちょっとテレビを見た勢いで、今日も話してしまいました。うん。まあ、あんなにスケベな人は、そんなに議員ではいないと思いますけど、ちょっと自民党を支持している、自民党に票を入れている人は、果たしてあなたの一票は、スケベを税金で生きさせるための一票だったのか、そのあたりを、考えてほしいと思いました。以上です。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。